STR 福岡2014アジア太平洋ステージにお越しいただき誠にありがとうございます。会場では皆様お食事やビールなど楽しんでいらっしゃると思いますが、こちらのステージでは引き続きアジア各国からお招きしたゲスト出演者によるステージパフォーマンスをお楽しみいただきます。それではこのお時間アジア太平洋ステージを始めてまいりましょう。この時間のご出演は若林忠弘さんです。若林さんは1956年東京のお生まれでいらっしゃいます。高校入学直後に日本初の民族音楽演奏家としてプロデビューされています。以降世界中の民族音楽を研究習得され、実に120カ国2500点以上の民族楽器を所有し、約900種類の民族楽器を演奏するマルチプレイヤーでもいらっしゃいます。その幅広い音楽性や芸術性の高さから、タモリクラブや題名のない音楽会など多数のマスコミにも出演されています。国際交流や国際協力のイベントにも出演され、民族音楽を通じて人々の心や感性のつながりと理解を促す役割を担われています。それではお待たせいたしました、若林さん、よろしくお願いいたします。こんにちは。